そう。確かにね、わかる、ちっちゃいサイズ欲しいよね。え、待って、うちどこだ、あっちかな、多分すぐ入れるわ。そう、うん、あ、雪のやつそうだあ、そうだあ、懐かしい。ね、確かにいや確かにね、思ったね、メンバー来れてよかったねって思ったけど、多分当日入り当日帰りな気がするから。え、そうだよ、終わったら多分すぐ帰る、いつもそうなんだよね。すごいよね。帰ってきた、マジで楽しかった。ちょっと感想をつぶやこうと思ったけど、喋った方が早いって思ったので、もう千秋楽だからネタバレしちゃっていいよね。ちょっと瀬戸り調べながら感想をただただ喋っていこうかなと思いますね。ハロータしか興味ないと思うけど、ハロータじゃなくても聞いてくれ。マジさ、ハロプロのコンサートめっちゃ楽しいから、マジ人生で一回は経験してみてほしい。いやマジさ、あの去年もハロコン行ったんだけど、着席プラス手拍子だけだったんですよ。だから声出しとかはできなくて、やっぱなんか楽しかったけど物足りないなみたいな気持ちが正直あったわけですよ。で満を持して今年はもう着席しなくても、もう立ち上がってで声出して応援ができるっていうので、いやもう待ってましたって感じ。めっちゃ嬉しかったし、あのなんか始まる前にさ、ハロオタの猛者たちがあの自分の推しの名前を叫んでるんですよ、あちこちで。もうそれとかさ、もう久々に聞いてさ、あ、もうこれこれってなったよね。もう腹から声出してよ、マジミュージカルできんじゃねってぐらいめちゃめちゃ声通るんですよ。ミミーとか、ヤギシオリさんとか、あとあのオープニングアクトでハロプロ研修生の子たちのユニットがあるんだね、私も知らなかったんだけど。でその子たちが歌ってくれて、でその後に代表して1名なのかな、その子が自己紹介するんだけど、私が昼の行った回が松原ゆりやさんだ。もう私も知ってる、あのダンソンの子だっていう認識で知ってる、あの松原ゆりやさんを見て、あ、久々に見たし大きくなったし可愛くなってるって思って、えー、でも成長してるって思ったら、その自己紹介終わった後にギャグしますって
言い出して、でそのまま一発ギャグみたいのやってて、なんか筋肉に問いかける系の一発ギャグだったんですけど、こうなん か中身は変わってないなって思ったし、その自己紹介からのギャグしますってさ、もうこう光るじゃなくて松竹座だっけみたいな、もうね漢字の現場入ってるかと思ったもんね。それがめちゃめちゃ面白かったです。完成あり公演の嬉しさというかありがたみみたいのをめちゃくちゃ感じました。おいおいっていうさ、掛け声でしかさ得られない溢れんばかりの生命力がもうみなぎってるんだよね、ホロプロの現場って。もうだってみんなさ、 T シャツ1枚でさ、首にタオルかけてさ、もう全力で筋ブレ振ってんの。もうすごくない？そこまで全力で。だからほんとなんかもうその生命力と、そのステージに立つ彼女たちのきらめきとか美しさと熱量がマジもう勝ち込みしちゃってて、もうすんごい生命力がすごいの。なんかこれこれって思ったし、なんか私もあ生きてるって思いました。本当にしみじみと、あ生きてんなー、これだやっぱこれだよねってなりました。私去年ハロコン行ったのの前が多分コロナ前だったんですよ。2018とかのモーニングのコンサートが最後だったから、もうその間に入った新加入の子たちの名前とか、あだ名呼び名とか面からとか、あんまり分かってないんですよね。やっぱ分かんないからまた勉強したいなって思ったし、あの子気になるけど名前なんだろうとかっていうのがあったから、ちょっと調べつつ喋りますわっていうね。あで昼はモーニング娘。とビヨーンズと椿ファクトリーでした。あで運命の旅人さんめっちゃ良かった。掛け声これは聞いてたのでなんとなく分かった。たしちゃんたしちゃんひげちゃんひげちゃんかけちゃんかけちゃん、もうビヨンズちゃんを見てる時のなんか幸福度がすごいんですよ。みんな歌がうまい。西田しおりさんがさ、ホイッスルボイスを高らかに歌うんだけど、すんげーの。あービヨンズ尊い。江口さやちゃんが金髪だったんですよ。いやめっちゃいいって思って、もうほんともうみんな好きな髪型しなよっていう派だからね。もう髪型とかおしゃれを楽しんでる姿を見ると大変嬉しくなるので、金髪よかったなー。そうでもミーミーはミーミーが可愛い。ミーミーめっちゃ可愛かった。なんか高めのツインテールに薄い赤と白みたいなリボンを、長めのリボンをツインテールにつけてて、もうめっちゃ可愛かった。マジ漫画の世界から出てきたんですかみたいな感じで、超可愛かった。もうミーミーって叫ぶ気持ちが分かった。あと桃姫ちゃん、桃姫ちゃんが多分金髪と黒が混ざったみたいな髪型で、黒のリップだったのかなをしててね、いいよね。好きなことしててほしいし、それで楽しんでるのが一番いいと思うから。で平井美代ちゃん、美代ちゃんね、美代ちゃんは、いや私もともと工藤遥香ちゃんが好きだったから、ちょっとボーイッシュめな子がもうぶっ刺さるんですよ。本当にぶっ刺さるんですよね。もうカメラにキメ顔するみたいな、なんかそれ見てギュッて心臓つかまれる系の子に弱いという。でほのぴはもう可愛い。ほのぴ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 もう可愛い。なんか見るたびに可愛くなってるなって思うんですよ、ほのぴは。でしかもお化粧が上手ですよね。とダンスをそつなく踊る感じ、なんていうの、ガシガシではないんだけど、そのなんか基本通りに伏せなく踊るみたいな感じがすごく好きだなって思いました。あでウータン髪青くしたのかな、あれ青だったよね。そうね、だからおしゃれ楽しんでる姿を見るともうね、おばさんじりんとしちゃうからね。あウータンも楽しそうって思ってね。あとダンス部でガシガシ踊ってたし、すごく良かったなって思いました。で椿ですね、私リズムやばい、思い出せないのがもどかしい。そうなんか椿全然詳しくなくて、ちょっと勉強不足を感じて、出直してきますって思いました。いやで椿の新メンバーの子たちがドツボでなんですよ。いやもう歌うまみたいな、歌うまいしオーラあるし、何これすごいみたいな子ばっかりで、ちょっと名前を覚えたい。笠井優美ちゃん、いやなんかほんと新しい子に見えんぐらい、マジほんとなんか何年から前もいましたけどみたいな感じ、なんか醸し出てるぐらい すごい子だなって思いました。しかもめっちゃ可愛いし歌うまいし、ゆうみちゃんって言うんだね、覚えたよ。 あと八木しおりさん、八木しおりさん、椿の曲聴きながら椿のオタクたちがコールしてるのをね聞いてたんだけど、普通さ下の名前とかあだ名じゃん、なんかこの八木しおりちゃんの時だけ、ね、にーしおりーみたいな感じで聞こえて、なんてなんてって思ったんですよ。
いや、しおりとかじゃないんだと思って、で、あの隣の人が椿ファンだったっぽいからもう耳を澄まして聞いてたんですけど、あのコールが八木しおりのフルネームだったんですよ。あ、そこフルネームなのみたいな。めっちゃおもろくて、いや、しおりって名前かぶってる子いるっけって思って、いや、小野田、いや、沙織だよなって思って、あの沙織としおり聞き間違えちゃうかもしれないからフルネームなのか、めっちゃ面白かった。八木しおりって言ってるのを把握してから、もう私も言いたくて言いたくてたまらなくて、私もしれっと八木しおりってコールをできて嬉しかったです。あ、そう、あとあの福田マリンちゃん、福田マリンちゃんで会ってますよね。そう、福田マリンちゃん好きの予感がしますね。ちょっと待って、ブログ見てみようかな。いや、なんかブログ見てるとジーンとしちゃうね。ねえ、マオピーめっちゃいいこと書いてる。いや、そう、だからハロコンっていう場があったからこそ、私は今ツバキファクトリーに興味を持って、こうやって検索して、メンバーのこの名前を把握できたりとかしてるわけだから、ね、いや、だからハロコンってすごいありがたいんだよ、私も。ね、本当に。マオピーがこうやってありがたい場所ですって書いてくれてるけど、本当それはもうこちらこそなんですよ。本当に。ありがとうございます。そうで、福田マリンちゃんが、で、多分首長いんですよ。首が長くて手足も長いのかな。なんかめちゃめちゃステージ映えする子だなって思って気になる存在でした。で、あとヨフルノちゃん、そう、ヨフルノちゃんも超良かった。なんかストレートの髪に、あの衣装がピンクのギャルみたいな感じなんですよ。それがめっちゃ良くてね、これからももっと見たいって思った。いや、で、私はモーニングだったら牧野マリアちゃんが好きなんですよ。マキのマリアちゃんが好きなんですよ。踊ってる時の髪さばきが本当に絶品なんですよね。本当にすごい。いや、マジシャンプー何使ってるか本当に教えてほしい。多分軽く巻いてた感じで下ろしてたんですけど、頭落とす振りみたいなのあったらもう本当にバッて落とすんですよ。バッて落として、でバッて上げたらもうめっちゃ綺麗に戻んの。私今やってみたけど大荒れなんですよね。そう、だから髪もさばけるのがすごいなってマジで。あと、あのターンした時とかに、そのなんていうの、髪がひるがえるというか、その髪さばきすっげえなって毎回思うし、好きです。そこがめっちゃかっこいい。で、あと、あの今日もずっと野鳥してたんですけど、あの自分のファン見つけた時に顔がパッて明るくなって、こうやって手振ってたりとかするのを見るのがめっちゃ好きなのね。しかもこの心情ポーズも曲の間にね、入れたりとかしててね、にんまりしました。あとダンス部のパフォーマンス、双眼鏡でバーって見てたんですけど、このダンスの人好きだなって思ったのが秋山マオピンでした。そう、なんか楽しそうに踊ってらっしゃってよかったな。いや、悲しきヘブンを久々に聞けたっていう喜びと、あとこの二人を選んだのマジグッチョブすぎねって思った。本当に。いや、てかこういうセトリって誰が決めてんだろうね、めっちゃ気になる。あとキスキスキス、あのボーンの曲ですよね。で、これなんか途中でさ、三人固まって、あの、くっついてこうやって眠りについて、で、なんか目覚まし時計の音が鳴ってパッて起きるみたいなところがあるんだけど、モサたちが、起きてーみたいなことをめっちゃ叫んでて、そこで全力でさ、いや、目覚ましが鳴って目が覚めるのは分かっているんだろうけど、そこで、起きてーって叫べる、その、コンサートの演出を全力で楽しんでる感じがマジで素晴らしいなって思いました。で、恋する銀河を私初めて聞いたんですよ、ここで。いや、なんかミュージカル調でめっちゃいい曲だなって思いました。ね、多分これから MV を検索し、見ます。あ、で、あの、椿ちゃんの新曲がめっちゃ良かった。パワーフラワーかな。なんかコールするとことかもあって、で、しかもそのコールも、あの、一回聞いただけで、あ、これできるや、みたいな感じのやつが多かったから、参加できて、なんかこちらとしても嬉しかったです。ね、これも後で検索して多分見るでしょう。あと、すっごいフィーバー。いや、なんか初めて聴いた時なんだこの曲って思ったんですよ、すっごいフィーバー。正直、おーみたいな。この曲みたいな感じで思ったんだけど、あの、今日現場で聴いて、あの、すごーいってモーニング言った後に、客席がすごーいって言うんですよ。あれめっちゃ楽しかったから、いや、いいなって思いました。ね、やっぱライブで完成する曲ってあるよねっていう。あの、で、今日久々にモーニングのキンブレを買ったんですよ。久々に買って、あの、びっくりしたのが、まあ、あの、最近ジャニーオタも、あの、ジュニアの現場はこれが主流。だから、なんとなく使い方はみんな分かってると思うけど、あの、この底のところで色カチカチするじゃないですか。こうやってカチカチ。で、あの、メンバーが多いと、あの、時短とか自分の推しの色探すの大変だったりするじゃん。っていう時に、あの、ホットボタンっていうのが新しくついてて、指定した色に、あの、いつでもジャンプすることのできるボタンみたいなのが増えてたんですよ。
で、え、何これめっちゃいいやんと思って、あのなんかここの持ち手のここのダイヤマークに光ってるところがあるんですけど、そこが今指定されてるカラーだよっていうことに、あのじゃあ指定の色をマリアちゃんのピンクに変えようって思った時に、まず一旦あの色を探してね、ピンクを探すじゃないですか。これピンクだよね。あのこれさ、現場あるあるだと思うんだけどさ、この暗転した中でさ、色どんどん見ていくとさ、もうどれが何色だかわからんくならん？私だけかな。そうで、このそのホットボタンにしたい色にした後に C ボタンを3秒長押しって書いてあるんだけど、 C ボタンマジどこって思ったんだけど、あのこのこれがさボタンなんよ。でここを3秒間長押しすると一回点滅するんですよ。で一回点滅して、でここのダイヤのカラーがその薄ピンクになるんですよね。ってなったらこの色がもうホットボタンもうすぐ切り替えられる色になるっていう機能がついてて、めっちゃ感動しました。これめっちゃいいやんと思って。そうそう、だからさ、なんかあのハロコンだからさ、いろんなグループ出るじゃん。モーニングが出てない時に他のメンバーの色にしようとかも例えばしてたとするじゃん。青とかこうやってさ振ってさ、こうやってやってたりすんじゃん。ってなって、あ次モーニングだ、あまあ、マリアちゃんのピンクにしないとってなった時にこの C ボタンを一押しするだけですぐピンクになるっていう、もうマジこれもう画期的だなって思いました。これめっちゃいい。この棒型のペンライトの形を保ってる上でのこの新機能がついてくれたのは大変ありがたいなと思いましたね。これ1本4000円するからさ、ちょっと大事に使いたいよねとは思うけど。で、夜の部ですよ。で夜の部は、まあ、動画にも出てきてるからわかると思うんですけど、あのカラットマブがタロウも好きで、あの一般でチケット取っていくんだみたいな話をしてて、あそうなんだって思ってたら、いやまあ私もまさかのね予定がなくなったので行けることになって、まあ、席は別だけど、まあ、会場で会ってみたいな感じで会えることになって、そうだからこの日付の写真同士で、ヒタルの会場の前で写真撮れたのとかめっちゃ嬉しかったね。いつも一人でさ、なんか細々と地味にやってたからさそうめっちゃ嬉しかった。あの B はアンジュルムとジュースジュースとお茶ノーマだったんですよ。てかみんなさ毎日ブログ更新するの偉すぎるよね。あのキララちゃんはマジギャルだなって感じで最高でした。あの前髪にキラキラ入ってたりとかしてマジギャルでした。可愛いよね。サシオスミレちゃんなんかリボンつけた髪型してたな。中山夏目ちゃん、西崎美久ちゃん、北原桃ちゃん、筒井ロコちゃん、あロコちゃんって言うんだ。いや北原桃ちゃん本当に好きです。北原桃ちゃん、お茶ノーマの中では私は北原桃ちゃんが好きでございます。いやけどプライドブライト聞けたのはマジで嬉しかったね。あい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 ができたのよかったし、負けそうしないの、あのなんかチクチクポーズみたいなのをあの首にぶっ刺すみたいなポーズがあるんですけど、それもできたのも嬉しかったです。次愛のけだものとレッドラインアンジュルム、いやマジかっけえのなアンジュルムって本当にマジかっけ。振り付けがすごい、あの多分感想打ちサビ前の感想とかなのかな、あのみんな重心倒していくところとかめっちゃちゃんと揃っててこだわってやってるんだろうなっていうのが見えて、すごいな偉いなって思って見てました。でもアンジュルムは私佐々木理香子さんが好きなんですよね。わかりやすいよね、あのボイッシュな子が好きなんですよ。そうでね、佐々木理香子さんが好きであのお伺いをしたんですけども、あのね平山由紀さん本当にもうお慕いもしておりますっていう勢いのもうグンってきたよね本当に。まあ、私あのグンってきてからこの子を押そうって決断するまでめっちゃ時間かかる人なんですよ。だから多分このなんかもう平山由紀さんを好きになる予感しかしないって思うぐらいすっごい好きです。マジ平山由紀さんの顔うちわ欲しいから、うちわの販売復活してくんねえかな。何回か公演見ながらキューって言いそうになったもんね。あのよく言えばさ、モーニングの曲なんだけどさ、 What is love のさ、あのわかるでしょ、みんなわかるでしょ、あの落ちサビ前の What do you is it necessary っていう Is it necessary を以前工藤遥さんがやってらっしゃって、でそれがめちゃめちゃかっこよくて、もう私はもう本当にもう黄色い歓声、本当ジャニーズの現場と同じレベルの黄色い歓声を上げるくらいもう苦しいほどに好きだったんですよ。そこの部分がマジ一回やってみてほしい本当に。平山由紀さん一度だけ Is it necessary のとこやってみてくださいませんか。一度だけ私は叫びます本
と一応だけ、ちょっとマジお願い、頼む、お願いだけ、お願い、本当に一生の願い。いやもう松本わからちゃん、もうわからちゃん、もう可愛い、ほんとマジこんなんなの、ちっちゃいの、ほんとに可愛い、もう映るたびに可愛いって思ってた。あの子目から白だよね、多分もう似合いすぎて可愛い。なんかこうやって守ってあげたい、シュッね、これからの成長も気になるし今を見守っていきたいなって思う。好きすぎてバカみたいをやるあのメンツに佐々木理香子さんと北原ももちゃんが入ってて、もう好きと好きの組み合わせがもう最高でした。好きすぎてバカみたいのコールドをできたのも嬉しかった。ずいぶん前が LOVE ラブリーももちゃんみたいな言えたのが久々でめっちゃ嬉しかったっす。で、あと次、あの絶対解ける問題 X イコールハート、あややの曲なんですね。私ちょっと勉強不足で知らなくて、しかもコールとかめっちゃ楽しそうだったから、ちょっと勉強して出直してきますって感じですね。あとあの人それ一人で生きられそうってそれって参加めているのを、あのジュースの曲なんだけど、お茶の間がやってて、落ちサビのなんか曲がシーンとなるタイミングのところを北原ももちゃんが歌ってて、もうキングレコーですよ、マジで。一人で生きられそうってで、あの緑のキンブレ捧げることができてめっちゃ良かったです。で、あとあのお祭りデビューだぜをお茶の間の曲ね、をアンジュルムがやっててめっちゃ合うやんって思ったし、お祭りデビューだぜってマジ感じっぽさがすごいというか、感じにも歌ってほしいって思った。明けおめの情報とかで歌ってそうって思いましたあとあのアンジュの大器晩成をジュースが歌ってたんですよ。で、やっぱ大器晩成ってめっちゃ楽しいっすね。しかもこの曲シャッフルの時にあのひな壇の方にそのトンケのグループの子たちが座って見てるんですよ。ってなった時に、あの大器晩成だから、あのジュースが大器晩成歌ってる時に、ひな壇にアンジュの子たちがいるんですよね。で、あの上手側のひな壇がもうマジでおもろすぎて双眼鏡で覗きながら爆笑しちゃった。なんか並びが佐々木理香子さん、うん、レラタと、忘れたけど、平山由紀さんもいたんですよ。で、あの大器晩成ビョンって飛ぶじゃないですか。で、そこをあのみんなひな壇に座ってる状態なんだけど、そっから大器晩成でビュンってジャンプしてて、なんかもうあの明星のアイドルしか やらなそうなあのこういうジャンプあるじゃないですか、それをぶちかましててめっちゃ笑いました本当にマジでおもろいなこの子たちって思って、ひな壇上手ですよね本当にね。あの愉快さがもうアンジュルムらしさで大好きだなって思って見てました。あとグッドラックの胸騒ぎお茶の間の曲初めて聞いたんだけどめっちゃ良かった。これも後で検索して絶対に聴こうって思いました。なんかコール&レスポンスが分かりやすい曲で、あのお茶の間がうちらって言ったらこっちが俺らって歌うところとかがあったりとか、分かりやすくて楽しくて、そうなんかいい曲だな、楽しいなって思って泣きそうになっていたら、次がワンダフルワールドジュースのね、そうで始まりがさ、メンバー全員でのアカペラハモリで始まるんですよ。もう涙出てくるよね、良すぎて、歌うますぎみんな素晴らしい。で最後がポップミュージックか。でそのポップミュージック聴いてる途中に、あれ今日祝日じゃねって思って、バス終わるの早いよなって思って、やべこれ早く帰らなきゃいけないやつやんって思って、あのポップミュージックを踊りながら踊りながら、あのちょっとずつ帰る準備して、あの終演アナウンスが終わった途端爆速で帰りましたいややっぱりね楽しかった、本当に楽しかった。その席は別なんだけど、あのカラットマブも入ってくれてたから、あの感想とかを教えてくれたんだけど、人生変わったって連絡来て、いやなんかそうせやろって思いましたね。それぞれ自分の好きな楽しみ方を突き詰めて、でそのなんか周りを気にせずに全力で楽しんでる感じがすげえなって思います。すごくない？あの始まる前とかさ、めっちゃ静かなおじさんがさ、始まった瞬間あのペンラ日本文字でレラーとか言ってたりするの、こうやって人生の楽しみ見つけて生きてんのめっちゃいいなって思ったしね。次はカレットモズと連番がしたいねっていう話をしてましたね。いや4月にモーニングが来るけど、4月はどうだろうな、あ分からんな。いやなんかなにわちゃんが多分夏じゃん、7、8、9、10かな、分からんけど、例年で言ったらそんぐらいだから、その時期はいけないとしても、いやあとハロオタ見てる人いるかな、あのハロオタに聞きたいんだけど、あの会場ってうちは持ってっていいのかなっていう、グッズとかでうちは売ってたじゃん、だから売ってる分には持ってっていい気がするよなとも思いつつも、最近うちは持ってる人いないよなとかも思って、うちは持ってくのっていいんですかね。
どうなんでしょうね、分かる方は教えていただきたいです。いや、また行きたい。楽しかった、久々のコンサート。でもなんかマリアちゃんが頑張ってる姿をぜひとも見てほしいぜひとも見てほしいなっていう、なんかそういう機会があればいいなって思うし、そのまた逆もしかり、このオリックス兄ちゃんが頑張ってるのとか、あとその世界観とかをね見てほしいって思うんですよ。そのなんか本業を知り合う会みたいなのないかなって思うぐらい、ね、お互いのいいところがあるからね、それを私はファンだから、一ファンだから分かってるけど、ね、お互いにいいところがありまくるので、ね、それをぜひ、ね、お互い見に行ってほしいなって思う。では、また、いつかまた。